とちょっと死にそうなんだけど、でも倒せ、よし倒した。もう何なんだよこいつ、全然勝てる気しないんだけど。ランクこれなんか多分戦い方あるな、ちゃんとした。全然勝てる気しなかった、ゴリ押しで無理やり勝ったけど。なんだよこれ、強すぎるだろう。これ初見で一発でクリアした実況者さんとかいんのかね。じゃあ政府を操っていたのはファルシエデンじゃなくて。言ったはずだ私が王だと。そう簡単にファルシには勝てねえってか。勝てないのではない、勝とうとしていないのだ。お前たちはファルシに勝つ方法をすでに知っている。魔獣ラグナロク。ラグナロク、なんだそれは。使命を忘れた哀れな武士に教えてやろう。お前たちの使命は魔獣ラグナロクとなり国運を滅ぼすことだ。ビジョンを見ただろう。お前たちの誰かはラグナロクとなり、マルシオーファンを倒して国運を破壊する。オーファンだと。マルシエデンの力の源だよ。オーファンがエデンに力を与え、エデンは全ファルシを支えて人間どもを養ってきた。オーファンを破壊すれば秘められた強大な力の暴走により国運は崩壊する。ラグナロクになってオーファンを壊せば使命は果たされるだろう。ふざけるな、与えられた使命など。セラは国運を守ると願ってクリスタルになった。だったら俺たちの願いも同じだ。俺たちは俺たちの願いに従ってクリスタルになってみせる。その娘の真の使命を教えてやろう。お前たちが集まり娘がクリスタルになった、ならば使命はお前たちを集めることだ。娘は悟空を破壊する道具を集めたに過ぎん。考えもしなかったか、それとも考えようとしなかっただけか。真実を拒むルシに現実を見せてやろう。伸びて現実を見るがいい。行くぞ。
ついに使命が分かりましたね。魔獣ラグナロクになって、ファルシェの王を倒す。王？いや、力の源を倒すって言ってましたね。いやー、ムービーの迫力ももちろんすごいんだけどさ、それよりあの敵何だったんだろう。どう倒したらいいか分かんなかったよ。無理やり勝ったけど。いやー、ハードでしたね。ハードだった。じゃあここで終わっとくか。多分次ムービーからスタートすると思うんで、ここで終わります。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。